の偉大聖堂。綺麗ね。ベトナムのハノイに来ています。フランス統治時代の建物がたくさん残っていて、エネルギーに満ち溢れている感じです。今回はベトナムの友人に教えてもらった絶品グルメを10品ご紹介します。1つ目はバインクオンです。朝ごはんに食べに行きました。米粉生地で作る蒸したクレープにひき肉や刻んだキクラゲなどを包んでいます。フライドオニオンや甘酸っぱいタレで食べるベトナム北部の家庭料理。つるっとした食感の優しい味です。2つ目はフォー。米粉と水を練って作られる平たい麺で、牛または鶏肉のどちらかの味です。はい、いただきます。はい、いただきます。揚げパンとこれはフォーフォーチョーフォーチョー、はい、こっちがお汁がある方で、今回は汁なし麺を食べてみました。感じチョンが汁なしの鍋麺です。日本の醤油に味がそっくりな生地がよくまむやニンニクをつけたお酢など好きな調味料で味付けします。3つ目はチャカ。ターメリックでマリネした白身魚のフライとネギや香草を一緒に炒めて食べます。ベトナムにはこの料理、チャカを食べてから死ねというようなことわざがあるくらい、これくらい有名な料理です。最後に野菜スープが運ばれてきて、麺にかけて食べます。麺の上にかけて食べます。野菜がいっぱいのスープ、ここはハノイで人気のお店、ラーメンレストラン。4つ目にご紹介するのはバインベオ。米粉とタピオカ粉を材料に小さなお皿に乗せて作られています。干しエビやサクサクの食感がトッピングされていて、少し甘いお酢につけてスプーンで食べます。もちもちプルプルでとっても美味しい。5つ目にご紹介するのはワインセオ。米粉の入った黄色い生地に豚肉やエビなどの具材がたっぷり入ったお好み焼きのようなお料理。春巻きの皮や野菜に巻いて食べるといいんですが、この黄色いクレープのような生地がパリパリってとっても美味しいです。
6つ目にご紹介するのはブンジュー。トマトの酸味が効いたスープの温かい麺。ブンジュー。ブンジュー。はい。あ、どうも。あったかい麺。あったかいそうです。7つ目にご紹介するのはハスの茎のサラダ、ゴイゴーセン。これの料理の名前もう一回言って。ゴイゴーセン。ゴイゴーセン。これはのせて。はい、これにも。はい、食べる。食べる。はい。ベトナムの国花でもあるロータス、ハスは大輪の美しいお花を飾るだけでなく、お茶にしたり、茎をこのようなサラダや炒め物にしてよく食べます。シャキシャキとした歯触りがとっても美味しいです。8つ目にご紹介するのはチェです。ベトナムの有名なスイーツで、お店によって中の具材は違うんですが、タピオカやフルーツやゼリーやココナッツミルクなどが入っていて、冷たいものと温かいものがあります。これが美味しすぎて毎日でも食べたい。デザートのチェーが来ました。美味しそう。9個目にご紹介するのはエッグコーヒーとコム。このカフェがエッグコーヒー発祥のカフェだそうです。とっても人気で、外国のお客さんや地元の方でいっぱいです。1946年当時のベトナムはフランスと戦争状態にあって、ミルクの入手が困難だったので、卵の黄身を代用し、ベトナムエッグコーヒーのレシピを考案されたそうです。冷たくならないようにお湯が入っています。これは何？ボイルコーヒーじゃない。タンタンタン、ちょっと卵を泡立てた生卵を。このカフェではみんなエッグコーヒーと一緒にあるものを食べているんですけども、そのあるものっていうのがハスの葉で巻いたこちらです。これコムコムという食べ物です。コムというお料理で、秋にしか食べられない若いもち米を使った食べ物。煮込んだハスの実や緑豆やココナッツが入っていて、ほのかに甘くもちもちとした優しい味。エッグコーヒーとの相性がとってもいいです。最後10個目にご紹介するのはホアクアザム。ハノイに行ったら絶対に食べてほしいスイーツ。ホアクアザム。ホアクアザム。氷を入れて食べます。フォルダ。フォルメイク。ベトナムの果物がいっぱい。そしてこっちはドリアンの季節のフルーツにコンデンスミルクがかかっていて、クラッシュアイスと混ぜて食べます。どのフルーツも甘くて美味しい。おおおメンゴーメンゴー日本では手に入らないフルーツもたくさん入っていて、これは贅沢です。私が特に好きだったのはシャカトウとかバンデイシーとかナワと呼ばれるこのフルーツ。大きな黒い種があるけど甘くてとってもクリーミー。
おまけとしてご紹介したいのがヤギ肉とコムチャイです。ニンビンの名物料理です。揚げたおこげご飯がパリパリで、肉の煮込みと一緒に食べるんですが、臭みが全くなくて美味しいです。これはなんていう料理？日本語なんていう过后有什么那个名字？我们后面的都一只鸡，一只鸡的肉。なるほど。この他に豚肉などの料理もたくさんありました。ベトナム料理はとっても日本人の口に合うと思います。ぜひまた行きたいなと思いました。最後までご覧いただきありがとうございました。